フェルナンド・カランガこと、ルイス・フェルナンド・ダ・シウバ・モンチは、ブラジルのサッカー選手。ポジションは FW。サンタグルス FC で選手となったが、トップチームに定着することはできず、ブラガンチーのクルーベド・パラー、ベロ・ジャルジム FC に期限付き移籍した。2012年に、トリンダージ AC に完全移籍。同年、ボア EC に完全移籍。2014年に、 クリシューマ EC に期限付き移籍。翌年に K リーグのチェジュユナイテッド FC に2016年夏にパラナクルーベに期限付き移籍。2017年2月2日に PFC クスカソフィアに2年半契約で完全移籍。4月29日のレフスキソフィアとのダービーマッチで得点を決めた。2017から18シーズンは 第一節で得点を記録し試合をドローに持ち込んだ。2週間後には、ハットトリックを決めるなど序盤から活躍し11戦12発、最終的には2017年の1年で30試合23得点の結果を残した。しかし2018年4月25日のブルガリアカップでラフなタックルを受けて負傷したが、それでもシーズンで得点ランキング2位の結果を残した。 移籍するまでにダービーマッチで3得点を記録。外国人選手では最多得点の記録を残し、サポーターから愛された。2018年7月12日に中国、サッカースーパーリーグのカナンダテ京足玉クラブに400万ユーロで移籍。2019年3月にナシオナウエスピーに期限付き移籍した。ありがとうございます。